1987年サンマリノグランプリは、1987年 F1 世界選手権の第2戦として、1987年5月3日にアウトドローモディーノフェラーリで開催された。開幕戦のブラジルグランプリを終え、ヨーロッパラウンドの初戦として行われた。金曜日、タンブレロでネルソン・ピケがコントロールを失い、激しくコンクリート壁にクラッシュした。 ドクターストップがかかり、ピケはこのレースウィークの出走を取りやめた。ピケは身体各部の打撲、左足の擦り傷、一時的な記憶喪失を負った。このクラッシュの原因としてタイヤトラブルの可能性が指摘されると、グッドイヤーはすべてのタイヤを回収し、アメリカから400本のタイヤを空輸してきた。タイヤは土曜日の午前3時にはイタリアに到着し、 セッション開始には間に合った。決勝スタート時にグリッド上でストールした車両があったためスタートがやり直しとなり、マシントラブルでセナのスペアカーに乗り換えを余儀なくされた中島悟はマシンの準備に手間取っていたが、ピットスタートながらやり直しのスタートには間に合った。2周目にマンセルがトップに立ち、そのまま独走した。 プロストもマンセルに次いでセナを抜いて周回してゆくが、15周目にリタイアした。セナはレースを通じてアルボレートと争った。序盤にアルボレートがセナを抜くが、タイヤ交換のタイミングでセナが抜き返した。43周目にはアクアミネラリでアルボレートが再度セナを抜くが、セナが抜き返して2位でゴールし、アルボレートは3位となった。 レース終盤にはトラブルに見舞われるマシンが増え、ワーウィックとカフィは燃料切れでストップし、パトレーゼはオルタネータートラブルで順位を落とした。ファステストラップを記録しながら4位まで追い上げていた手を、ファビは8周を残してターボトラブルでストップした。中島サはピットスタートで最高ビスタートであったが、 着実に這い上がり6位を獲得し、F1 でポイントを獲得した初の日本人となった。ザックスピードは、新車871をブランドル用に投入し、チームとして初ポイントを獲得。マーチは、前線では、F3000 そのもののマシンに、F1 用のエンジンを搭載した暫定マシンで走った。ものの、このレースで、新車871を投入した。おぜ、 ラは二代目をスポットでエントリーし、このマシンでガブリエル・タルキーニがデビューした。シーズン直前にアルファ・ロメオエンジンを失った、リジェは新車 JS29 をメガトロンエンジン用に改良した JS29 バイトが完成し、このレースから参戦した。ラルース・ローラチームがこのレースで F1 デビューを果たした。ABCD フジテレビオフィシャル F1 イヤーブック87から88昭和62年12月21日刊 ISBN4 から 594001912AB グランプリ1987ナイジェルローバックジョン・タウンゼンドジャニュアリー 1988ISBN0 から908081から27から8ありがとうございます